はい、こんばんは、キャプテン小泉です。ただいまの時刻は2021年の8月25日水曜日、夜のね、9時2分になっております。今日はね、母をね、美容院に連れて行きまして、帰りにね、神奈川農協に寄ってですね、いろいろ買いました。そしてね、菊水お昼のね弁当もね、菊水寿司のね、巻き寿司、手巻き寿司ですね、あとお稲荷を買ってもらいました。そしてね、バナナもね、これね、神奈川農協で、買いました。なかなかね、いい感じのバナナが、フィリピン産のバナナですけどもね、こんな感じで100円で、大きい房がね、1房4つついてね、もうシュガースポットも出てますけれども、触った感じね、腐れた様子もなくてね、いい感じでね、熟しておりますね。もうちょっとしたらね、シュガースポットがまた増えると思いますけれども、こんな感じでね、しばらくね、毎日1個ずつ食べてみようと思います。そしてね、デビューしようと思いますのでね、今ね、朝ごはんはね、抜いております。前の晩7時にね、僕は夕ご飯食べるんですけどもね、7時から7時半までにご飯食べたら、それからね、あとは飲み物だけね、お茶とかね、コーヒーとか飲み物だけ飲んでね、そしてあとは食べ物は口に出ないで、次の日の正午過ぎたらね、いろいろやっぱり食べますね。なので明日の正午またね、どうなってるかね、ちょっと見てみたいと思います。こんな感じでね、シュガースポットがね、そんなに出てませんけどもね、こちらこの部分ね、なんかビニール巻いてますので、ここにね、アセチレンガスが出て、そしてなんかね、色が変わってくるみたいですね、黒くね。なのでここはいつもね、買った時からね、ビニールを巻いております。本当はね、一個ずつ取り出して分けて置いておいた方がいいと思うんですけども、まあ大丈夫かと思います。どんな塩梅かね、明日また正午になったら取ってみたいと思いますね。このまま置いておきますね。はい、それではよろしくお願いいたします。この辺で終わります。失礼します。